宇野助が持ち上げた、桶川の稲荷神社にある、大盤ん三宮宇野助け加盟7年7月8日、は、江戸時代の武蔵区に岩月領美濃宮村出身の、江戸力持ちである。江戸は、宇戸市生まれ。名前は、美濃宮村の宇野助という意味であって、三宮は、苗字ではない。生まれつき巨弱体質で、小柄で非力なため周囲に馬鹿にされていた宇野助は、 一年発起し猛う稽古に励むうち頭角を表した。ついには、江戸を代表する力持ちとなった。二十二歳の時、河原曽村斎松院で七十貫の力石を持ち上げた。そして、うの助は、金在の力自慢のものを集め、力持ちを披露し諸国を回る工業を始めた。得意な芸は、馬に騎乗した人を乗せた船ごと持ち上げる、ジンバ船持ち上げであった。 また、天保4年6月に、徳川家成公の午前にて力持ち芸を披露。この時の五条乱力持ち番不評によれば、大関の記録となっている。工業先は、初めは主に、関東周辺から30代になると、甲新越、関西方面にまで及んだ。江戸で、大阪方の力持ちを破り、晴れて、日本一の力持ちの栄誉を得たが、 工業主の宴席に招かれた帰りに急死。急病説、相手方のたばかりごとによる、毒殺説もある。戒名は、至る札清志新新墓所は不明。宇野助が持ち上げたと言われる名が刻まれた、力石は、地元の美濃宮、香取神社、越谷旧伊豆神社をはじめ、富岡八幡宮、鶴岡八幡宮、幡宮諏訪大社、桶川塾、稲荷神社。 川崎大師、江ノ島、魚吹吹粟田神社、大阪天満宮などに残されている。中でも、桶川のものは、大盤弱と刻まれ、推定6 1 0ラムあり、重量としては、日本一と言われる。開園5年2月と刻まれているので、42歳の時の、ものである。ありがとうございます。